国道124号起点千葉県銚子市、銚子大橋前交差点国道124号は、千葉県銚子市から、茨城県水戸市に至る一般国道である。国道51号への分岐茨城県鹿島市鹿島、消防署南交差点と中継路の鹿島市から、終点の水戸市までの区間は、国道51号との重複区間であり、124号は、 実質鹿島調子までの約3 5トルにとどまる。鹿島港と東関東自動車道を結ぶ主要道路であるため、上須市内と鹿島市内は片側に車線が確保されるなど、整備度が高い。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、茨城県鹿島市と上須市にまたがる鹿島港を中心とする地域は、 1963年4月に鹿島臨海工業地帯を作る国家プロジェクト鹿島開発により工業整備特別地域に指定され現在のルートの国道124号は1967年9月に都市計画道路の計画決定により建設小道路局補助の道路整備事業として道路整備が開始された鹿島開発の対象地域内の用地買収は一括して 鹿島開発区、千葉県銚子市内の起点、銚子大橋前交差点。正面奥は、利根川に架か,かる、直起点である、銚子大橋前交差点から100メートルほどで、銚子大橋に差し掛かり利根川を溶かすると、茨城県上須市に入る。上須市の銚子よりでは、刃先漁港に由来する商店街や集落があり、片側一車線である、かもめ大橋入口付近から、水戸よりは、 片側に車線の道路となる交通量は多くない。神栖市の地域ではほぼ全線で片側に車線となっているが、鹿島港や鹿島臨海工業地帯にアクセスできる茨城県道240号奥の八千手線をはじめとする県道と接続することから交通量は非常に多い。とりわけ朝夕の通勤時間帯は鹿島セントラルホテルから茨城県道240号を 奥の八地出線までの区間で、交通の流れが悪く、コンビナートの定期修理期間中に当たる毎年5月から6月は、工事関係者の車両も加わり、朝の下り線をピークに通勤ラッシュで大渋滞となる。自治体からの要請もあったことなどから、交通渋滞緩和を目的に、地市交差点から平泉交差点までの 5.3km 区間について、6車線価格副工事が進められている。 鹿島セントラルホテル前から鹿島市の国道51号との合流まで片側2車線で国道51号との合流付近では交通量は比較的穏やかであるが鹿島セントラルホテル前からショッピングセンターチェリオ付近では沿線のロードサイド店舗への買い物客で休日を中心に混雑する。上栖鹿島市は通行する車両の総重量の最高限度25トンで ある道路の指定を受けている。茨城県上須市奥野屋上須市の鹿島、セントラルホテル前から鹿島市街の沿線には、ショッピングセンターチェリオやロードサイド店舗をはじめとする市街地が形成されており、国道51号との交流付近では鹿島神宮の森に沿って通っている。千葉県銚子市、茨城県上須市、茨城県鹿島市。国道51号鹿島バイパス町副区間は、 国道と自動車専用道路のみを記す。ありがとうございます。